茶道の知識シリーズ第9回、歴代家元の名。千家三代目まで。三千家では三代目まで共千家一つでした。初代鳳仙斎利休宗益、二代松庵宗純、三代栃栃斎玄白宗太。三千家に分派。宗太の四男浅草宗室が裏千家、宗旦の次男、一条宗主が武者小路宣教、三男、庚申宗査が表宣教をそれぞれ起こし、三宣教として現在まで続いています。なお、裏宣教は宗室、表宣教は宗査、武者小路宣教は宗主という宗名が後ろにつきます。裏宣教歴代家元と若宗匠、四代、老月庵浅草宗室、五代、普久斎浄宗宗室、6代立観斎大宗宗室、7代西塞斎築宗宗室、8代幽玄斎一等宗室、9代普賢斎積陽宗室、10代仁徳斎白宗宗室、11代玄元斎清中宗室、12代幽冥斎直宗宗室、13代円能斎鉄柱宗室、14代無限斎積宗宗室または淡々斎、15代鳳雲斎半宗宗室または鳳雲斎大宗匠、16代座房斎玄木宗室または座房斎お家元、若宗匠単身斎宗師。代表的な裏千家以外の家元、表千家、4代鳳源斎庚申宗査、6代鶴鶴斎玄宗宗査、7代助心斎天然宗査、15代悠々斎宗査、武者小路宣家、4代慈久斎一応宗主、14代普鉄斎宗主、若宗匠瑞円斎宗也、宗編流初代山田宗編または秀岳宗編、11代悠々斎宗編。